はい、こんにちは、原田農園です。今日は9月の22日金曜日です。今日はですね、ちょっと佐古農機さんに今やってきてます。今日はですね、佐古農機さんでラジコン草刈り機を4台ですね、ちょっと実演されるということで、ちょっと見に来ました。まあ、草刈り機、ラジコン草刈り機ですね、最近皆さん結構導入されている方がいらっしゃると思いますので、まあ、今から導入される方の参考になればと思って、今日来ておりますので、どんな感じか見ていきたいと思います。はい、それでは今日も頑張っていきましょう。最近高級なカメラやめたけ。もう何やめたんすか。うるさい、持ってある。早いにしてもいいんだろ。これ多分今早い。早いになってる。なってないか。早くなってる。このスティックの反応スピード。どうですか。あれ。ミクロさんはなんか持ってこないですか。こちらあの今日ラッタイスキルも。したら刈りにくい。刈りにくいし、無理くり行かないっていうところですよね。なかなか、まあ、無理くりってエンジンを壊すよりはいいんじゃないのかっていうところは。
160万ぐらい。あれ、これとかもそうです。あれはそこでテレビ流れる、もうなんとかしないといけない。で、これはこっちで、はい、そういう意味ではこっちの方が低く変わりやすいですね。低くてもあるもんね。こっちは回りにくいもんね、さっきタバコ切ってあげても大きくいう感じだけど、タバコか、これでも切ったらね、バッとね、指でのあれなんです。前行進の速さどうでしたか。良かったです。良かったですか。今すぐどれどれやったんですか。やっぱり一番高いのが好きです。一番高いの好きなんですか。一番高いのが好き。なるほど。でもうちの予算は一番安いのも買えないです。ダメダメじゃないですか。思いはこっち。思いはこっち。でも結果を求めてもダメだ。結果を求めてもダメ。ちょっと3年ぐらい貯蓄しないと。あと3年ぐらいはまあ組合さんに頑張ってもらわないと。草刈りを。そう。若い人じゃちょっとこっちのスピードじゃないと物足りんけど、操作がちょっと、操作がなかなかの人はやっぱヤンマの方がスピードが遅いけどね。ずり落ちんし。結構の先に角度行ってもずり落ちてなかったけ。ヤンマさん、ヤンマさん。ヤンマさん、ヤンマさんいいね。37。37。うん、それヤンマーさんの借り幅は何もなんですよ。50で、こっちが約50ぐらいで、こっちが60になる。うん、うん、まあ、型番の通りなんじゃ、うん、53って3センチ違う。あ、型番でね、あ、53センチね。50、そうですね、借り払いで事故った形跡がそうそうそう、歴戦の結果、歴戦の結果、歴戦なんだねこれ。そうそう、このべっこりべっこりべっこりっとるよこれ。さっきもちょっと突っ込んで、まあまあこれそういうのはつきもんだけどね。どこまでいけるかっていうのは、そうそう、ああそうです、こかしてみんとわからんやつ。